43歳の木田投手をここで起用してまいりました。一番予想しなかったピッチャーですね。木田がマウンドに上がっています。21年目のシーズンなんですが、木田はですね今年43になるわけですよね。そういった意味ではリリーフ登板は今日4試合目なんですが、ちょっと間隔が空いてましてね、これ3月の13日の岐阜で投げたんですが、ということは、まあ、遠征には岐阜で投げた後は小牧、横浜、神宮、東京ドーム、札幌ドームがありました。そういった意味ではまあ、ベテランですから、あるいは札幌である程度任せたよという部分もあったんでしょうかね。はい、もう自分で調整しますよね。そうですね、でもこの前あれですよね、イースタン開幕して投げたんですよね。はい、そうなんです。今年の9月で、44ですから現在43歳の木田がマウンドに上がっています。オープン戦はご覧のように3試合登板ですが、この間良かったんですよね、やっぱりね、この人ね。はい、これ現状この位置ということは開幕1軍枠残りますね。どうですか、初島さん。まあ、どこの場面でも投げれるピッチャーっていうものがあるんで、まあ、まだ1軍に残れるかどうかっていうのは、これは分からないですよね。オープン戦の最終戦の最終イニングで出てくるというね。はい、でも形としては前の回の武田久志が投げてっていうものが一つ終わってるんですよね。はい、そうですね。さてロッテ9回の裏、今日5番の今江から始まります。今日は今江タイムリー三塁打を記録しています。まあ、自分はもうオリックス時代に、ね、よく対戦はしましたけれどもね、はいはい、でもその当時のピッチャーがまだこうやって投げてるっていうのはもう頭が下がります。本当ですね。はい、さあ2ボール2ストライク、外寄れました。もう若かりし頃の木田正雄投手というのは150キロピッチャーでありました。早かったですよ ね、空振り三振。今のフォークフォークボールですね。はい、ですよね。だこのベテランになってくるにつれて、この変化球の精度っていうのは上がりましたよね。本当ですね。はい、ですがもともとは150キロ以上投げる剛速球投手がここまでモデルチェンジをして長くやってるわけですからね。ピンチヒッターが起用されます。福浦選手です。福浦が左バッターボックスに起用されました。初球打ち、セカンドフライか、セカンド交代して落下点、空曇ってきました。2アウトです。4対2、日本ハムが2点のリード。今日勝てば日本ハムオープン戦2桁の10勝をマークするわけであります。バッターがジョシュ・ホワイトセル、背番号64。さあ今日スタメンからは外れておりましたホワイトセルがここで起用されました。開幕ロッテの4番はおそらくこの人、ジョシュ・ホワイトセルであります。オープン戦で2桁を勝っているのは DeNA が11勝、昨日現在で、ソフトバンクが9勝であります。9勝チームがあっとも初球ヒッティング、ファーストゴロ、ゲームセットになりました。あっという間に9回の裏終了であります。日本ハムが4対2でオープン戦の最終戦をものにしました。